はい、じゃあこっち開始しまはい。す。僕も開けてからやりましょうね。お願いします。お、早っ、沖縄大好きさん。じゃあ開始していきます。はい、お願いします。今夜もよろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンでーす。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、昨日、はい、オンエア上では先週になるんですけど、はい、旦那の職場の親睦会に行ってきまして、ほう、元私の、職場でもあるんですけど、あ、はいはいはい、ボーリングだったんですよ。あー、いいですね。ボーリングだったのはいいんだけど、はい、まさかの3ゲームやって、はい、昨日の夜から筋肉痛という。お疲れ様です。で、スペア何回か取れたんですけど、はい、ストライクが1回 ?2 回ぐらいしか取れなくて。あら。そう、もう、なんかね、慣れないところでやると、さすがにストライクは取れないですね。まあそうですね。まあでも、あれですよ、サッチさん。なんでしょうか？ゲーム数がまだ足りないんですよ。あ？ボーリングは10ゲームからです。あ、無理！絶対無理。手痛くなる。いや、僕は20代の時、先輩たちに、職場の先輩たちに連れてかれて30ゲームとかやってたんです。30ゲームやばいでしょ。まあそれこそもう本当にあれですよ、もう。腕パンパン、筋肉痛が、腕パンパン、筋肉痛、はい、始めた頃は11ポンドしか持てなかったのに14ポンドが当たり前になるようにしたからね。え、私9ポンドですよ、大体9ポンドか、はい、まあ、調子がいいと10ポンドぐらいですね。持ちとしても一番もう14ポンド使います。無理。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね、ということで、早速一曲いきたいと思います。お願いします。なんか今日朝ちょっとAdoの曲を探してたらいい感じの曲があったので、はい、その曲に行きたいと思います。Adoでオールナイトレディオです。どうぞ。同級生の結婚式に行きました。いいな、結婚式か。僕は今月から月1に結婚式です。今月はハトコの結婚式でおばあちゃんの代わりに出席して、あ、で来月はこちらの元同僚が結婚式を挙げるということで、うん、で再来月はパーソナリティがとある方に呼ばれたので、僕も呼んでくれるんだと、ありがとうございますと。いいんじゃないですか。1ヶ月おきでも大変ですよ。まあね、もうスーツが今入らないんで。嘘だ。ジーンズのやつ
デニム生地のスーツが今1着あるので、それしか今使えなくて、なんとかおしゃれで通そうと思ってるんですけど、怒られないか怖いですね。でも今、仮吉で来てくださいとかしてあるから、別に大丈夫じゃない。そうですよね。今そこまでなんか本当にきっちりした数字じゃなくてもいいのかなって気もするのなんかきで、ちきちしなくていいと思あいとま目す。立ちすぎなければいいのかなそうとそう思そういそうそうそう。それは言えてる。ます。はい。白とか着なければ大丈夫ですよね。まあね、目立たなければ、なんとかなる。なんとかなる。最近全然、あれだな、結婚式とか呼ばれたことないな。でも今回のはとこの結婚式、司会がアリンクリンだったんですよ。直接お会いするの初めましてだったんで、どうも初めまして、ピーチさんのラジオ担当します、FM ギノンのキャンですって挨拶しに行ったんですよ。そしたら、日和ゆうたさんは、ああ、キャンさん、いつも笑い声聞いてますって言われて、クリスさんには、どこの、カジノのオーナーかと思いましたよっカて、ジめっノちゃ見のたオ目ーいナじられて。ー。カジノのオーナ その時、一応、オールバックで髪縛って、ベッタベタに貼っていってたんで、ー。ああ、なるほどね。はい、スーツにそういう髪だったんで、超いじられました。続々とメールが。はい、じゃあ残り、もうなんか30秒ぐらいですね。先にキャスから読む。はい、じゃあもうなくです。マイク上げます。お聞きいただいたのは、アドで、オールナイトレディオでした。早速、キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。ナッティーナチコさん、さっちー&キャンさん、おつおつー。おつお雑。つー。チェッカーズの総さん、こんばんは。こんばこんんばんは。は。マリさん、こんばんは。こんばこんんばんは。は。沖縄大好きさんが、僕は、先週同級生の、結婚式に行ってきました。と来てますね。披露宴の司会はあの人が来てました。知念田新一郎さん。ほう。すごいっすね。結婚式で見たら僕も結婚式をしたい。まず相手を探さなければ。あと、僕を変えなきゃ。できてますね。私最近の友達の結婚式とか、ないかな？多分。そうですね、年齢的に。親戚も結婚式呼ばれてはないし、一人結婚したのはいたんですけど、親戚で。なんか最近式を挙げない結婚っていうの増えましたよね。そうですね。私たちも結婚式結局あげないっていうことになったので、まあ、フォトウェディングなりでもできますからね。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは、好きな粉物料理です。というのを、これ考えたのは旦那の陸海空さんなんです。はい。なんで子供の料理なのかっていうのは、真相を知らぬままテーマにしてしまいました。真相知らぬままテーマにして、真相は聞けたんでしょうか。聞けてないです。あ、まだ聞けてないで聞すけてね。ないです。あらま。多分、張本人は、今、多分まだ仕事中かな。LINE が返ってこないので。張 本人がコメントしてくれないんですね。そうなんですよ。なあ、残念。残念。DM の方が来てますので紹介したいと思います。はい、お願いします。ヒンチサンドさんからいただきました。ありがとうございあまりがす。とうございます。サッチーキャンチーこんばんちー。ここんんばばんんちー。ちー。して、好きな粉物料理やしが、粉物料理と
言うよりおやつになるかな。割ったお母が作ったレーズン入りのサーター天ぷらシニマーさん、うん、サッチーキャンチーはレーズン入りのサーター天ぷらを食べたことあるねと来ております。私レーズンが苦手なんですよ、そもそも。でもレーズン入り確かにたまにありますよね。ありますね、うん、あれ美味しいですよね。あれ美味しいんですけど、レーズンがね、私どうも苦手で、小さい時に、はい、あのレーズンをめちゃくちゃ食べさせられまして、はい、そこからもうなんか苦手になりました。あ、僕は毎回持ち歩いて食べてました。あれ、あの銀、あ、金色のパックに入ってる、はい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 、ちっちゃいの、今も、はい、今も多分あったと思うけど、はい、うん、あれを小学生の頃持ち歩いてポケットに入れてパッて歩いてました。へえ、そろばん塾とか。ああ、いいんじゃないですか。学校にはさすがに持ち込めないんでね。そうですね、そういうことはしてないんですけど、はいはい、まあ遊びに行くとか、うん、塾に行くとかの時に行ったり帰ったりする時にパッパッと、ああ糖分補給、あれ糖分、糖分というよりかは鉄分じゃないかなと思うんだけど。まあ、鉄分もそうですね。ですよね。はい。うん。もう一通 DM が来てますので紹介したいと思います。気まぐれラジオまでと来ております。こんばんは。こんばんは。チェッカーズもそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな粉物料理、たくさんありますね。私はお好み焼きかな。ああ、お好み焼き。大阪に住んでいた時、残業帰りに同僚たちとよくたこ焼き食べてました。アホやってとこのたこ焼きが、大きくて外カリッと中トロトロでめっちゃ美味しかったよ。あとお店の名前忘れたけど、ネギマヨポン酢味のたこ焼きも、めっちゃ美味しかった。あ、書いたらめっちゃお腹空きましたと来ております。やっぱり来ましたね、お好み焼き、お好み焼き。来ましたね。とたこ焼き来ましたね。キャンさんはちなみに粉物料理何かありますか？まあ、特段と食べるものって言ったら、はい、やっぱりたこ焼きですね。あ、中でも僕ネギタコが好きで、ほう、あのおやつ代わりに食べたり、はいはい、ちょっと時間ないなって時にさっと食べれるものとしてかなり重宝するので、はい、結構よく食べます、うんうん、ただこの前は親があのファミリーセットみたいなの買ってきたんで、はいはいはい、ネギが乗ってなくて残念だったなっていう。あー、なるほど、ちょうど先週でした。なるほど、あ、だからさっき食べましたっていうのを言ってたんですね、先週。そうです、そうです。なるほどなるほど。ただプレーンが来たんで、はいはい、プレーンか、あー、ネギが欲しいって思いながら食べてましたね。あれ、じゃあもう自分でネギ入れられないの、上からとか。あ、まあ一応入れきれはするんですけど、まあそう都合よく家にネギがあるわけでもない。まあ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 、まあ、そうですね。せめて大根おろしが欲しいよって思いながら食べてましたねなるほど、はい、私はね、最初に思いついたのがやっぱりお好み焼きとたこ焼きだったんですけど、はい、よくよく考えたら平屋地があるんですよ、沖縄には。ポーポーもありますね。ポーポーもあるんですよ、はい、の中でも私は平屋地が好きですね。おお、平屋地の方が好きなんですね。そうなんですよ、あのネギが乗ってる、はいはいはい、でソースをお好みでかけれるっていう、はい、ちょっとご飯っぽくなりますよね。そうなんですよね。ポーポーどちらかというと甘くしてなんかちょっとスイーツっぽくなりますよね。そう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 、そうなんですよ。私はだから平屋地が今のところはいいかな。でも、うん、一個考えたのは料理に入るかもそれもわからないんだけど、ホットケーキ、はい、もういいなと思って。パンケーキ、パンケーキいいですね。うん、昔はよく食べてました。私は最近作らないんですけど自分では、はい、前までちょいちょい自分で作って食べてましたね、ホットケーキ。僕も高校生まではホットケーキミックスでカップケーキ作ったりとか自分でやってました。なんかアレンジできますかね、ホットケーキミックスで、はい。ではメールの方に行きたいと思います。はい、お願いします。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりのメールを送ります。テーマ、好きな、粉物料理、たこ焼きです。
ソース系、マヨネーズなどが苦手なので、かけないでそのまま食べるのが好きです。タコは苦手だけど、たこ焼きに入っているのは食べれますと来ております。やっぱタコ抜きも今できますからね、たこ焼きも。そうですね。うんうん。なので、まあ、食べれるならいいけど。うちのいとこ大っ嫌いなんですよ。タコ？タコが。ええー。で、全部外していくんで、それを横からタコパクって。そうなんですね。はい、次のメールに行きたいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きな粉物料理、たこ焼き、お好み焼き、天ぷら。おうどんの上に添えて食べる天ぷらも、これまた美味しいと来ております。うん、天ぷら、ありましたね、そういえばね、粉物。そうですね。すっかり忘れてました。忘れてました。そうですよ。僕も天ぷら、上間天ぷら上空なんですよ。ああ。なんて言ったって、20代の時、現場仕事してましたんで。はいはい。たまにね、本当にきつい作業とかが続いた時とかに、はい。上司が振る舞いで大量に持ってきてくれたりとかするんですよ。うーん。あれ、頑張った。美味しくて。はいはいはい。塩だけでいけますね。まあ、天ぷらはね、私、塩もかけつつ、ソースもかけるという。味クーターにします、めっちゃ。心臓大丈夫ですか？大丈夫ですよ。今のところは大丈夫ですよ。血圧モニタリングしましょうね。やってますよ。いや、でもやっぱり、塩とかソースあまり使いすぎるとなんか出てくるっていうじゃないですか。あー、出ますね。だから僕もそれ気にしながら、一応塩好きなんですけど、たまに、うん、そのままでいいかなって食べる時もありますね。私もそのまま食べる時ありますけど、昨日の話なんですけど、はい、旦那とこのボーリングの前に、うどんを食べに行ったんですよ。で、その時に、めっちゃ旦那、天ぷらとかめっちゃ乗せてて。で、かき揚げ乗せてたのかな？で、かき揚げをこのうどんの上に乗せて、ぶっかけで食べてたんですけど、まあ、かき揚げが汁吸っちゃって。はい。大変なことになってました。めっちゃ膨らんだんですか？そう、膨らんで、うわ、食べれないって言ってほざいてました。お腹いっぱい。そうそうそう。で、私いつもうどんと一緒に食べるのが、ちくわ、はい、ちくわ天とイカ天なんですよ。ああ、いいですね。そうなんですよ。で、必ず、まあ、どこかしらのうどん屋さんに行くと、はい、その二つは確実に食べてますね。僕はイカ天とエビ天ですね。エビ大好き。あと、あればレンコンとか、あ、シソとかもいいですね。はいはいはい。なるほどなるほど。サクサク感がまたいいんですよ。そうなんですよね。うどん食べた時にまたちょっと一緒にサクってする、うん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 、この感触が。そうですよね。もう一通メールが来てますので紹介したいと思います。お願いします。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズです。ありがとうございます。ありがとうございます。粉物ですか？たこ焼きやお好み焼きは好きですね。実は昨日、大阪へ行ってきました。おお。行ってきたのはいいのですが、なんとたこ焼きやお好み焼きを一切食べないのです。あら。日帰りだったので、時間がなかったんですね。皆様は本場でたこ焼きやお好み焼きをいただいたことございますか？と来ております。私、大阪行ったことないんで、何とも言えないっていうね。あ、僕も行ったことあるんですけど、弾丸、はい、だったんで、それこそ僕もないですね。はいはいはい、まあ、沖縄で一番有名なところといえば、まあ、向こうですよね。銀だこさん。はい。銀だこの、最近、銀だこ食べてないな、考えたら。美味しいですよね、やっぱり。美味しいんでしょう。美味しい。外はカリッ、うん、中はトロトロ。そうそうそう。もうなかなかね、与那原にいると銀だこがなくて。あ、イオンとかによく入ってるイメージありますけどね。そうそうそう。イオン、近くに一応、ハイバルにあるんですけど、
なかなか行かないんですよ、近すぎて、うんうんうん、なので銀だこも最近は行ったことないです。言われてみれば僕もうるま市のイオンにはなかなか寄らないですね。あ、家から一番近いんですけど。はいはいはい、そう、私最近たこ焼きいつ食べたかって言ったら全島の時に食べよっかなと思ったぐらいですかね。お、で出店の、はい、でもなんかワンコインで買えると思って、はい、たこ焼き買おうと思ったら700円したんで、あー結構いいお値段しますね。そう、いいお値段したので諦めました。銀だこ行った方がもうちょい安い。まあ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 、まあ、その場で焼いてくれるしで なっちゃいますよね。なっちゃうなっちゃう、どうしても。あと他に何かあるかな。最近旦那が昨日はかき揚げと何食べてただろう、ちくわ、うん、旦那もちくわ意外と食べるんで、そうちくわ食べてて、でなんか1個取ったはずなのに2個取っていたという天ぷらを。で読んでよっていうか、何かなと思ったら、はい、1個だと思ったら2個だった。え？みたいな感じだったんですよ、昨日。くっついてたんですかね？くっついてました、昨日。昨日ののは。だから、まだレシートちゃんと見てなくて。1個分払ったのか、2個分払ったのか。若干わからない部分はありますが。これはちょっとわかんないですからね。そうなんですよね。レシート確認して1個分だったら。ラッキーみたいな。すいません。1個くっついてるの気づかなくてっつって払いに行くんですかね。それはもうどうだか。どうだか。あ、でもよく行くんですよ、近くのうどん屋さん。何回か行ってて、私だ月に1回とか2回とか行ってますね、確実。うどん屋さんそんなに行くんですね。近いので、はい、でなおかつ那覇に行くときに通るんですよ、はい、まあ何本か道はあるんですけど、大回りしたいなーっていうときはちょうどうどん屋さんが近いのでお腹すいたと思って一人で行ったりもします。おー、いいですね。なんか行きやすいところってありますもんね。ありますあります。そうだな、僕にとってはやっぱり素敵だったんだけどな。あー、最近深夜営業してないからな。え、そうなんですか。そうなんですよ、いつも前までだったらここのラジオ帰りに行けたんですよ、2時半で、はいはいはい、うん、今多分11時閉まりぐらいじゃないですかね。え、そうなんだ、時短してるってこと、はい、まあ、コロナ以降なんか遅くなってますね。遅くてか早、この閉まるのが早くなってますね。まあクローズが皆さん早くなってしまったというか、はい、今どこだったかな、なんか何か所かのコンビニも24時間じゃないところも増えてきてるんで、はい、そうですね、ちょっと夜中に何か食べたいなと思っても、まあ近くはたまたま24時間が2つあるんで、はい、どっちかに行けるんですけど、でその前に目の前にスーパーもあるので24時間の、なので惣菜以外のもの、飲み物系とか買いに行くんだったら、はい、道渡ってすぐのスーパー行ってます。あ、まあそうですね、今空いてますのところですよね。ではないです。あ、ではないんですね。そうなんですよ。ってことは、マックスみたいなところですかね。マックス？ああ、ではない。あ、意外に24時間スーパー、どこだろう。南部にちょいちょいあるけど、でもそこだけじゃないかな、24時間やってるのって。そうなんですね、多分。へえ、どこだろうな。台がつきます。あー、はいはいはい、うん、台がつくスーパーです。なるほど。ということで皆さんにヒントいっぱい行きましたね。行きましたね。はい、あと2分です。では来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。来週のテーマはハロウィンです。というのもこれをしたのは、はい、ハロウィンウィークもありますし、はい、でなおかつ沖縄大好きさんからこのテーマをいただいたんですね。はい、ちょうどハロウィンもオンエアの2日後
にハロウィンがあるんでいいんじゃないかっていう DM をいただいたので。そうですね、そうなんです。ちょうどタイミング的にはいいですね。タイミング的には良かったかと思います。はい、あとどのぐらいですか。あと1分です。分、今日はキャスがなんか全然動いてない気が。いや、コメントいっぱい来てます。来てます。あ、本当だ、はい、ナッティーナチコさん、私もレーズン嫌い箱ごと、あ、ヤンポーさん来てますね。いつの間にか私が全然見てなかった。これは僕のレーズンですかね。ですね。箱はさすがに食べれません。さすがにそうですね。ナルタラさんも来てますね。仮装されますかと聞いてます。仮装考え中です今僕も今日でお化粧道具変えたらレパートリー増えるんだけどなということで、はい、あと30秒ですね。はい、まあこんなもんでいいかなと。キャスはちょっと読めなかったんですが、では、そろそろ締めましょうか。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキサーのキャンでした。じゃあねー。気づかず昔食べすぎるとね、意外と食べれないんだよね、レーズンって。なんせちっちゃい時だったから なんかえずいちゃうんですよね、ちょっと、うん、そう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 、濃いので。うん、あれ結構タンニンとか多分あのポリフェノールとか結構入ってるんで。あー、だからかな。まさしさん来てますね。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。しょい、こんばんは。しょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、よし。なんせ目が今日は乾いておりますあ、これはブルーベリーの力を借りないといけないんじゃないですかね。ですかねなんつって嫌いって言ってるのに。でもどうだろうな目薬でなんとかなんとかならんもんか。ナルトラさんがテーマ来てますね。お好み焼き、四国徳島は、関西風のお好み焼きがポピュラーですね。新都心にお好み焼き屋さんがあるのでたまに行きますね。おお、お好み焼きか。お好み焼きはおうち、たまにおうちでやるな。あのホットプレートがあるので、はい、おうちにちょっとちっちゃめのあれがあるのでたまにやりますね。言われてみればうちはなんか粉物とかあんまり出ない家だったんであんまりイメージがないのかもしれないですね。親があんまり多分好きじゃないんだと思う。ああ、なるほど。ジェッカーズ無双さんあってびっくりした私、あのフリムーンのんビーパーで、ビーパーで、うん、ジェッカーズ無双さん来てたんですよ。あ、来てました。来てましたよ。来てましたよ。まさかあの時間帯に、あの進撃のみちゃんさんと二人でめっちゃ語ってる時に、語ってる時に、うん、来てましたよ。あー、悔しい。帰り、二人で一緒に帰ろうってなった時に、あのキャンさんこっち側だよって言ったら、はい、めっちゃかっこいいって言ってました。ありがとうございます。じゃあ来年ですね来年僕が DJ してる時間にぜひ来てくださいギャン君めっちゃ かっこよかったですって来てますよ。あ、リクエストも OK しますんでちゃんと受けた。めっちゃ二人で語ってるしと思ってめいちゃんさんとちょっと泣かしそうになりました。お説教まあ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 、でも多分これ分かってくれるかなと思ったんで、うん、一緒にお話ししたんですけど。あ、なんか今日はあれか、サッチーさんが優しすぎて惚れましたどういうことどういうこと。私はそれでも人見知りをしてたんですよ人見知り勃発してました、あの時。あ、僕も人見知りですよなつって
絶対ありえないですね、僕の場合。僕は人見知りって言ったら人に怒らないです。